いいですかはい、三浦信弘君公明党の三浦信弘です外交防衛委員会で初めての質問ですあの先輩方々に胸を借りる思いで質問させていただきますこの中によって将来の日本と世界との外交世界平和を担う若者の国際交流の機会が失われております例えば我が国が核廃絶を世界に訴え平和国家としての役割を果たす人材育成の機会になっている 高校生平和大使も国連等でのの発表の機会が喪失失をしてておおりり参加すするインセンセティブも失われております国際感覚、外交力を持ち合わせた人材を育てていくためには、国際交流機会が欠かすことはできません。コロナ禍で人的交流が途絶えたことがきっかけで、人材育成機会が喪失することがないようにすべきであります。長期的視点で国際人材育成を継続するためには、 外務省主催だろうが、講演であろうが、しっかりと取り組んでい,きたい,と思い,ますいただきたいと思います。茂木大臣、外務省として今後、しししをしていいいたただきたいのでですがいかがかかょうか茂木外務大臣。外務省としては、あの対日理解促進および親日派、地日派の発掘拡大を図っておりましてあの、海外の若い方はもちろんでありますが、まあ、日本の若者にもさらに世界に目を向けてほしいと、まあ、こんなふうに考えております。 このため、あの今、コロナ禍と、まあ、こういう状況でありますが、オンラインなどを活用してです、ね、交流プログラム、継続をしているところであります。引き続き幅広いレベル、そして携帯での交流促進を通じて、我が国の外交基盤の拡充を図りつつ、人的交流の拡大に努めていきたいと思っております。あの委員にご指摘いたただきましし高校生の平和大使に対してはは、ね、外務省では 被爆の実装の次世代への継承、えー、これに関する活動としてこれまで有数比較特使の名称をですね付与しているところでありまして引き続きこういった活動、えー、後押しをしていきたいと考えております三浦信弘君大臣ありがとうございますぜひあの若い世代が今の話を聞いて私もそれで頑張ろうと思う方が必ずいると思います私たちもしっかり広めていきたいと思いますのでよろしくお願いします次に 自立型知識兵器システムローズに関する国際会議ににについいて外務省に伺いますすローズに関する特定通常兵器使用禁止制限条約、CCW では、2020年から2021年までの政府専門家会合、GGE の開催を決定をしております。コロナの影響を受け、本年9月にはオンラインでの開催となりました。この際 ロシアは対面での開催を主張ししててオンンラインに参加しないといとう事態が生じておりますこれを踏まえ、来年2021年の GGE に日本政府としてどう取り組むのでしょうか、さらに各国の立場の隔たりが大きい現下の状況にあって、2021年の GGE の結論次第では、GGE の継続を選択すべきか、それとも定書議定書の締結の交渉に進むべきかが問われることとなります。 私は GGE の継続を選択すべきだと考えております。日本としてどのような判断とするのでしょうか。まあ、加えて、仮に市民社会側の一部が個別条約成立を目指し、日本に働きかけがあった場合の対応はどのようにするのでしょうか。これらについて、明確にお答えいただきたいと思います本政軍縮不拡散科学部長。お答え申し上げます。自立型知識兵器システムいいわゆるローズについては 現在、特定通常兵器使用禁止制限条約、CCW の枠組みの下で議論が行われており、昨年11月の政府専門家会合において、国際人道法が適用されること、人間の責任が確保されなければならないことなどを内容とした指針が承認され、現在、この指針をもとにして、ローズの定義や人間関与のあり方について国際的な議論が行われているところでございます。 来年の専門家会合につきましては、本年の会合が延期となっていることもあり、その日程や方式などの詳細は現時点では未定でございます。我が国としては、先ほどご指摘ありましたロシアも含め、米中といった主要国を含め、広く国際社会において共通の認識が得られるよう、安全保障の観点も考慮しつつ、引き続き国際的なルール,のルール作りに積極的かつ建設的に参加していく考えです。 市民社会についてのお尋ねございましたけれども、えー、現時点では各国の立場に隔たりがあるのが現状でございます、えー、共通の認識が得られる状況に達していないところ,いいところでございますので法的拘束力のある文書を直ちに策定することは困難ではないかと考えているところでございます三浦信弘君あのしっかりとここはやっていただければなというふうに思います大臣シンプルに伺います 河野前外務大臣時代、市民社会側から GGE の議長に日本が立候補し、会議をまとめるべきとの働きかけがあったと承知をしております。一方で、立場を問わず、日本は軍縮についての橋渡し、紛争のない社会へ平和国家としての責務を果たすことが重要だと私は思います。CCW ・ GGE において、外務省は国際社会でイニシアチブを取るとの気概と行動が求められます。茂木大臣、いかがでしょうか茂木外務大臣。 GGU に加えます,です、ね、ローズに関する、まあ、議論に関して、我が国として引き続き、えー、米中ロといった、まあ、主要国を含めです、ね、広く国際社会において共通の認識を得られるようにですね。 安全保障の観点も考慮しつつ、国際的なルール作りに、委員おっしゃるように、積極的にまた建設的に参加をしていきたいと考えております。ローズに関わります議論に関しては、各国の立場にご案内のとおり、未だ隔たりがある状況であることから、アジア諸国等の政府関係者を集めて、考え方のすり合わせを行うなど、議論をできる限りリードしていきたいと考えております三浦信弘君。 大臣に言っていただいたことは極めて重要なことでありますし、えー、巨大な国ではないところが、これについてたくさん注目をしております。日本の立ち位置というのは、経済の観点においても、外交の分においても、かなり期待をされているところがありますので、大臣もぜひリーダーシップを取っていただけるように、ご指示いただきたいと思いますし、国際会議の場とでもよくあのご発言いただきたいというふうに思います。次に、自衛官の処遇と環境改善について質問をさせていただきます。今後 少子高齢化が進む日本にあって自衛官の人員確保と前線部隊への人材配置が重要となります長年自衛隊の最前線で任務に当たられた経験とセキュリティの観点を持ち合わせている自衛官 OB がたくさんおられます最近では防災の視点で基礎自治体のところに自衛官の OB の方が防災管理官としても採用できる そしてそこに対して国も支援をしているというのが実情でありますでもまだまだ足らないと思います例えば神奈川県の箱根町では自衛官の ob の方が防災管理官として採用されておりました災害が昨年台風として起きたときに即座に指揮系統そして情報ソースしっかりと集めていただいて多くの町民を守ったという実態もありますこの力を使わずして 日本の国内の安心安全を確保することに寄与できないようなことがあった、大変もったいないことだというふうに考えております。これまで何度となく要望させていただいておりますけれども、自衛官 OB の登用を加速度を増して検討し、実現をしていただきたいと思います。これはは自衛隊隊のののの内部部位置づけの活用ででああります例えば教育機関支援部隊での任務あるいは情報通信等 経験や知見が豊富な方を登用していく体制を整えるべきだと私は思います。また、技術を持ち、装備品を運用した視点から、日本の技術情報集積にご活躍をいただけるような責任を作っていただいて、そしてそこに力を投じていただくということも一案かと考えます。年齢が到達しててそのまま退職されて一般企業に再所属することは セキュリティの観点からも考慮すべき課題と考えます世界はそこまで踏まえて人材のことを考えていると私は思っております岸大臣ぜひ自衛官 OB の部内での活用ぜひ取り組んでいただけませんでしょうか岸防衛大臣今少子化の進行によります採用対象人口の減少などの影響で自衛官の人材確保をめぐる環境は大変厳しい 状況になっております優秀な人材を将来にわたり安定的に確保し自衛官自衛隊に求められる多様な活動を適時適切に行っていくためにも人材の有効活用についてより一層推進していく必要があると考えておりますそのためには防衛大綱中規防にも示されています通り高度な知識技能経験を豊富に備えた 退職自衛官のの活用というものは不可欠であるこう考えております定年退職した自衛官の再任用、そして中途退職した元自衛官の採用につきましては、これまでの取り組みにより、その数も拡大傾向にあるわけですが、今後はさらに積極的に推進してまいりたいと思います。 三浦信弘君ひ大臣進めていただいて、目に見えるような形で、防衛の安全保障環境が変化したときにも対応できるように、しっかりと未来を見据えて進めていただきたいというふうに思います。女性自衛官は、ライフイベントや転勤、子育てを考えたときに、退職を検討する方が少なくないのが実情であります。一方で、一定程度の経験を積まれている女性自衛官が、一旦退職をされた後復職できる体制を整え、 能力を再び活用することができれば、人材確保のみならず、キャリアパス、そしてワークライフバランスの改善にも直結をすると私は考えております。今後、2030年に自衛官の女性自衛官の比率、確か9%だったと思いますけど、その目標を達成するためにも、従前の単年度再任用制度だけではなくて、考え方を変えて、女性自衛官の中長期的に生かせる 再採,採,採用制度を整備をしていただきたいと思います。2018年に私自身、えー、質問をさせていただいた際に、当時の小野寺大臣からは、今後しっかり検討するとの答弁もいただいております。この答弁も踏まえて、岸大臣、女性自衛官復職の環境整備、ぜひ取り組んでいただけませんでしょうか岸防衛大臣、えー。採用対象人口がまあ減少している中でですね。 優秀な人材を安定的に確保すると、女性自衛官の採用を拡大するとともに、活躍を推進していくこともです、ね、大変重要だと考えております。そのような観点も踏まえて、これまで育児等の事情でやむを得ず中途,中途退職した自衛官の再採用の制度ですね、また育児休業を取得する自衛官の代替要員として、 元自衛官を人気付きで採用する制度について整備をし、そして知識、技能、経験等を備えた元女性自衛官の活用を図っていきたい、えー、図ってきたと,というところでございます。今後はこれらの制度について、これまで以上に自衛隊の内外への浸透を図りつつ推進することで、一層の女性の採用拡大と活躍推進を役立ててまいりたいと。 いう,ふうに考えてます三浦信弘君具体的に検討して、また質問させていただきますので、こういう方向でいくということをさらに深掘りしてあのお答えいただければなというふうに思いますので、よろしくお願いします。子育て世代の自衛官の皆様に、子育てと仕事の両立を図るためにも、町内託児所の拡充を継続的に進めるべきであります。ここで注意点がありますそれは託児所を増やしても いくら幼児教育保育の無償化が適用されているとはいえ、認可外保育所等の場合には、保育費用がかさむことが想定され、子育て世代の自衛官にとって経済的負担を強いることがないように配慮する必要があります。少食が2017年の3月に、陸上自衛隊の朝霞駐屯地を視察をさせていただいて、自衛官の方と懇談をさせていただきました。まあ、その際、感謝に併設をされていた保育所が認可外であったため、2人のお子さんの保育料が月18万円、 高額であるために負担が大きいとの話を伺いました。地元の朝霞市の我が党の議員さんと連携をさせていただいて、市長に直接申し入れもさせていただきながら、認可保育園として朝霞市が認可するように粘り強く要望した結果、2018年の4月、待機児童が多い0から2歳児が認可をされました。そして事業者も変わることによって、3から5歳児の値段も低減をするということが実現できました。このように、基礎自治体と連携をしていただいた上で、 順次ニーズの高い部隊そして地域にも保育ニーズが高い地域はたくさんありますそういうところに持続可能な保育施設を整備をしていただきたいと思いますぜひ取り組んでいただきたいと思いますがいかがでしょうか岩本審議官お答えいたします防衛省自衛隊といたしましては女性隊員のさらなる活用を推進することが重要と考えており そのため様々な施策に取り組んでいるところでありますとりわけ女性のみならず全ての子どもを抱える隊員が勤務と育児を両立できる環境を整える観点から保育の確保は重要な課題であると認識しております防衛省自衛隊では保育の確保に係る施策として町内託児地施設の整備を進めてきておりえ平成19年4月に陸上自衛隊 未宿駐屯地に町内託児施設の運用を開始し委員からもご,ご紹介ありましたが平成27年4月に陸上自衛隊朝霞駐屯地宿舎地区に設置したほかこれまで全国8カ所に整備してきたところであります委員ご指摘のとおり認可外保育所の場合は保育費用など隊員の経済的負担が大きくなる可能性があるため町内託児施設の整備については 居住地域である自治体の保育所の待機児童の状況等を踏まえた上で検討していくことが重要であると考えております。今後も引き続き、隊員のニーズ等を踏まえ、町内託児施設の整備を検討してまいりますが、いずれに対しましても、防衛省としましては、隊員が勤務と育児を両立できるよう、各種の環境整備に努めてまいります三浦君、明言していただいてありがとうございます。 次に、厳しい安全保障環境下で、海上自衛隊の役割がさらに高まっております。しかし、現実は、海上自衛隊の艦艇希望者が激減をしているのが実態であります。この理由について、どう分析しているのか伺いたいと思います。私は、その一因として、出港中に家族、友人と連絡が取れないことが考えられます。現状は、家族メールができるようになっているものの、 技術的運用上回数制限があり、速度も遅いと承知をしております。現代社会においては、スマートフォンで随時素早く連絡、コミュニケーションを取るのが当たり前になっております。もちろん、任務中にそれをしろということではありませんけれども、休憩の時間帯のことを考えれば、陸上の環境とおおむね同様の通信環境の構築が必要だと私は考えております。今後、常時接続可能であり、位置の秘得 作戦中心への影響がない海上自衛隊が契約をしている商業用衛星通信の活用を検討すべきだと思います岸大臣ご検討いただけませんでしょうか岸防衛大臣、えー、官邸勤務の隊員についてはその勤務環境の特殊性もありまして人材の確保が大変厳しい状況にあります長期間の公開に際し 官邸勤務隊員とその家族等の連絡手段については、官邸に設置されている家庭用、家庭通信用の端末により、家族等とです、ね、電子メールによる連絡を行っておりましたが、平成29年度から無線 LAN 環境、いわゆる w i f i の環境を整備したことで、隊員が個人の携帯電話から同端末を介し、電子メールの受送信を 可能ととなったところでございます現在、官邸勤務隊員とその家族等の連絡手段には、商業用の衛星通信を使用しておりますけれども、今後は通信速度の遅延が生じにくい衛星を活用するなど、通信環境の改善に向けて、検討してまいりたいと思います。いいずれににたしましししまてても鑑定勤務務隊員が安心して任務に従事し たの隊員の留守を預かる家族が不安を感じないように、隊員、家族の心理、心的な負担の軽減など、まあ、環境改善に努めてまいりたいと思います三浦伸弘君。中途派遣のされている方々は、地上に降りることもできないという状況でもあったりすると、そういう厳しい任務に当たられるケースにおいては、 通信というのが実は一番重要なところであります。ぜひ検討していただけるということなので、またぜひ進めていただいて、ご報告いただきたいというふうに思います。次に、経済安全保障体制について質問させていただきます。10月15日、米国 NSC は、機微振興技術国家戦略を発表しております。いわゆる防衛装備品に関するもののみならず、デュアルユースや基礎研究分野の技術を、国家派遣に直結するものとして、二重分野指定し、 プロテクト、保護とプロモート、推進の両面から国家安全保障イノベーション基盤を強化するための戦略と理解をしております。加えて、同志国との長期にわたる技術連携が重要だと繰り返し指摘をしております。同盟国日本としてこの動きに対してどのように向き合うのでしょうか。まあ、そもそも日本自身の国家安全保障イノベーション基盤整備をどのように進めるべきかという観点で、極めて重要なインプリケーションを持つと考えております。 経済範囲を有している NSS の役割が極めて大きいと考えますが、NSS としての取り組みはいかがでしょうか。藤井内閣審議官。お答え申し上げます。米国が先月15日発表いたしました重要振興技術国家戦略、三浦先生ご指摘のとおり、国家安全保障上の技術革新基盤の促進プロモート、 技術優位性の保護、プロテクト、両面から何をすべきかについて取りまとめております。今後、我が国におきましても、高い技術力を支える研究開発環境を構築、維持していく、併せて技術流出を防止する、この両面の取り組みが必要であると認識をいたしております。これに関連いたしまして、統合イノベーション戦略2020、 におきまして我が国の技術的優エを確保維持する安全安心の確保のために幅広く活用するこういった観点から関連する科学技術のニーズシーズを知る育てる生かすそして守る取り組みを取り巻いて,ております国安全保障局といたしましてもこういった取り組みを含め安全保障と経済を横断する様々な課題に対し政府内の各部門と連携をし 比較率案、総合調整を行いえ、迅速かつ適切に対応してまいりたいと考えております目浦信弘君ぜひ迅速かつ的確に、これは世界が動いておりますので、藤井新幹線はぜひ先頭に立ってやっていただきたいというふうに思います。先月末、中国の党機関紙が、習近平国家主席の4月の発言として、切り札的な技術や国際的な産業サプライチェーンの中国依存強化を通じた外国に対する反撃、 抑止力の形成を施行するとの中長期的経済発展戦略についての内容が発表されましたまず本発表に対する外務省の受け止めについて宇都外務副大臣に伺います宇都外務副大臣はい。ご指摘のこの習近平主席の発言日本語訳少し分かりにくいんですけれども要はその致命的で大体不可能な技術 そういったものを中国に依存させることによってこれをまあ外交カードにせよというようなことかと思っておりますまあ、こういった中国の経済産業科学技術政策の方向性は我が国のみならず世界の安全保障や経済にとっても大きな影響を与えるものであり引き続き高い関心を持って注視していかなければならないというふうに認識していますその上で我が国自身の重要技術の流出防止 あるいはサプライチェーンの強靭化などは、いずれもこれは今後の我が国の安全保障上も重要な課題でありまして、外務省としても関係省庁と連携するのはもちろんのこと、産官学での連携も含めまして、しっかりと取り組んでまいりたいと思います三浦信弘君。アメリカは中国に対してターゲットを決めてやってきたと。中国はこれに対して、全世界的な、俯瞰的に我が国の国家の利益を追求するという、上乗せ上乗せの議論になっているような気がします。まあ、この発表はまさに 技術戦略が国家安全保障を左右するとした中国政府の認識が現れておりますその上で日本の安全保障当局は防衛装備品にまだ採用されていないデュアルユース技術に関する認識やアクセスが十分でないと考えます日本としても安全保障イノベーション基盤を整えるべきということであればどのような民生技術が将来的に軍事転用された場合に切り札的技術 安全保障上重要な機微技術となるのかをしっかり把握する必要があると考えます NSS として政府の先頭に立って安全保障上重要な機微技術を把握するべきだと私は思いますいかがでしょうかそして加えて今後必要とされる政府としての対応は重ねてお聞きしますけれどもいかがでしょうか NSS に伺います藤井内閣審議官お答え申し上げます 重要な技術の把握につきましては、統合イノベーション戦略2020の知る取り組みとしてまとめられております。国内外に、まあ、国内合わせて海外の最先端の科学技術の研究開発動向、こういったものを俯瞰、把握し、我が国として伸ばすべき分野、また補うべき分野、そして適切に管理すべき分野を明確にすると。 いうことが謳われてございますご指摘の体制整備といったことも含めて、重要な課題と認識をいたしております。国家安全保障局といたしましても、俯瞰的、戦略的な対応を迅速にかつ適切に行うべく、政府内の各門と連携をいたしまして、企画立案総合調整を行い、適切に対応を進めたいと考えております三浦信弘君。 武田防衛装備長,長官に伺います安全保障上の機微技術の特定にあたっては、まさに防衛装備戦略を考える立場の防衛省のインプットが不可欠であります。政府全体としての機微技術把握、保護、育成の取り組みに、防衛省が体制を組み、貢献しなければならないというふうに思います。まだまだこれはこれからの話だと思いますけれども、どう取り組まれるんでしょうか防衛装備庁、武田長官。お答えいたします。 昨今の民生分野におけます先端技術の著しい進歩は将来の戦い方を一変させる可能性があり各国はゲームチェンジャーとなりうる最先端技術に積極的に投資をしていることはもうご案内のとおりでございます政府といたしましては先ほど NSS からもお話ございましたが2020年7月に閣議決定をされました統合イノベーション戦略2020において 様々な脅威に対する総合的な安全保障を実現するため関連する技術につきまして知る育てる守る生かすための取り組みを推進するとされているところでございます、えー、防衛省はあ言うまでもなく我が国の安全保障に関して重要な役割を担うとともに防衛装備行政も実施をしており安全保障に関する技術について様々な施策を推進しております、えー 先ほどお話しいたしました、知る、育てる、守る、生かすための取り組みについて、まあ、私どもの取り組みについて、具体的に申し上げたいと思いますが、まず知るとしては、安全保障上、機微な技術を含め、国内外の技術動向を把握し、防衛装備庁が策定しております、中長期技術見積もりなどに反映をしているところでございます。次に育ててるとしては 毎年必要な予算を計上し、各種事業を推進しているほか、先進的な民生技術についての基礎研究を公募・委託する安全保障技術研究推進制度や、革新的・法画的な技術を装備化につなげるための橋渡し研究を推進しております。まあ、さらに、守るとしては、海外との共同研究等において、関連技術の機微性の評価の実施や、国際、 輸出管理レジーム等の国際的な活動への参画などを通じまして、政府全体の取り組みにも貢献し、将来の戦い方も見据えた技術管理に係る取り組みを一層進めてまいります。また生かすとしては これらの取り組みを通じて得られた成果も生かし、引き続き最先端技術を取り入れた優れた防衛装備品の開発を行ってまいりたいと考えております。まあ、いずれにいたしましても、防衛省としては、ご指摘の安全保障上の機微技術に関する政府全体の取り組みについて、必要な協力を行い、参画をしてまいりたいと考えております三浦信弘君。メ確に参画していただけるということ、これ、大事なご答弁ですので、しっかりやっていただきたいと思います。 米国は自国以外からの輸出に対しても、域外適用可能な貿易管理を自国のみで強化し、一部企業も突然、中国企業との取引を停止しなければいけない状況に追い込まれたとされております。再輸出規制への対応が、企業活動に影響していることが、まさに厳しい経済安全保障上の戦いの真っ,真っ只中にあることを意味しております。他方、中国は独自の国家利益目的に基づき、 米国同様ににが適用を根拠付けるる輸出管理法が来月頭から施行すすことになっております米中派遣国家の間で、日本の企業が板挟みとなって、ビジネス環境の不安定性が増しております。こうした状況下で、経済安全保障の確保と市場の獲得のバランスを実現することが重要であります。外交当局として、中国の輸出管理に対してどのような懸念があると分析をしているのでしょうか。そして 両国に対してどのように働きかけ、政府として対応をどのように考えておられるのでしょうか。明確にお答えをいただきたいと思います。大臣よろしくお願いします。茂木外務大臣。あの確かにですね。あのここ数年、あの経済安全保障とまあこういうまあ概念というのは必要でありますし、そういったあの取り組み、えー、それぞれの国が進めるということは必要だと思っておりますが。 あのご指摘の中国の輸出管理法につきましては、え来月のま1日から作行されると承知をいたしておりますが、え国の安全と利益を流動する、えー、規制対象品目の範囲であったりとか、えー、域外適用の可能性も含めてです、ね、まあ、国の安全と利益なんていったら、極端に言ったら何でも入るという話になってしまいますのでえ、その運用がどうなるのか、必ずしも明確にされておらずです、ね、運用次第ではでは、ね、日本企業の生 不な経済活動やサプライチェーンのサプライチェーンに影響を与えるまあ可能性があると思っております。あの、こうした問題意識につきましては、は中国側に対してもですね。様々な機会に伝達をしてきているところでありまして、外務省として引き続きえ関係,関係省庁とまた機関とも連携しながらですね。関連の動向え、高い関心を持ってま注視をしていきたいと思っております。今あの。 さまざまな対立が進んでいると、まあ、そういった中で、技術派遣であったりとか、まあ、通商の摩擦、まあ、続いております、あのそれぞれの主張はあるわけでありますけれど、少なくとも世界第1位、第2位の経済大国がです、ね、ずっと対立を続けると、これは世界全体にとってもいいことではありませんから、両側に対してです、ね、さまざまな形での対話であったりとか、それを通じた問題の解決、引き続き働きかけていきたいと思っております。 三浦信弘君これで終わりたいと思いますけどぜひ今のこの1位と2位が争っているところにしっかりと我が国が両方橋渡しをして、これ以上のエスカレートをしないというところにもぜひコミットしていただきたいと思います。以上で終わりりまますありがとうございました